てほしいなというのは、うちでまあずっとオープンからやっているあのパスタでカッチョエペペというのがあって、手打ちの、卵麺を平たく伸ばしてフェットチーネの状態にして、それをただ単にバターとパルメザンチーズで和えるだけと。でそこに黒胡椒をガリッとひいて、本当にシンプルなパスタなんですけども、まあ、シンプルゆえにその水分量であるとかチーズの絡め具合とか、そういうとこがなかなかまあ難しい部分もあって、食べ慣れてる人ほどそういうシンプルなものを食べてすごくあの喜んでいただけてる部分があるので、うちに来たらあの一品は食べてもらいたいなと思いますね。たかがそのすりおろしのパルメザンチーズ一つでもやっぱり面倒なんですけど、それを自分たちでこまめにこまめにすりおろすことで、なんかもうワンランク上の味、見えない部分の仕事なんですけど、そういうとこが大事かなと。寿司食べようかなと思うと、なんか福本さんに言ってしまいますね。お寿司屋さんはあの半分やっぱり料理人であると同時に、半分やっぱりプロのサービスマンでなきゃ務まらないなと思ってて、福本さんってすごくあの話題が豊富な方で、いつ行ってもあのいろんな話題で、お寿司もですけど会話も楽しませてくれる、そういうお寿司屋さんで、まあ、そういうところが大好きで会話していただいてますけど、ちょっとした包丁の入れ方とかシャリの加減とか、本当にこの一口の中にやっぱり皆さんそれなりのいろんな工夫があって、ただ単にその酢飯の上に刺身が乗ってるだけじゃないんだなっていうのを、一時期あのすごくお寿司にハマった時期があって、2年間ぐらいですかね、結構いろんなとこに繰り出して食べに来たんですけども、それなりの金額がするとこに、最終的には福本さんに落ち着きました。なぜかそっちに足が向いてしまう、なんか好きなんでしょうね、その味が。